いいよ一番、もうそんな奴らほっとけよ。ナンバー、今弟に会いに行ってたんだ。孫悲が言ってた通り生きてたよ。さっき解放もされた。そっか、よかった。本当によかったじゃねえか。ああなんだよ、もっと喜ばねえのかよ。それよりお前に言いたいことがある。なんだよ、改まって。一番、偉人町はもうなるようにしかならねえ。ほっとけ。え、大体偉人さんがどうなろうとお前には知ったこっちゃねえだろ。なんだってお前がそこまでやんだ。こんな町早いとこ出りゃいいだろ。なんでこれ以上面倒にわざわざ首突っ込む必要があんだよ。心配してくれてんのか。お前の人よし加減に呆れてんだ。そんなんだから俺みてえのにまで利用されちまうんだ。利用される？そんな風に思っちゃいねえよ。お前は弟さんのためにやるべきことをやってただけだろ。ああそうだよ。そのために俺は野々宮を殺した連中とも手を握ったんだぞ。あんなひでえ連中とだぞ。でもそれはよ。でもじゃねえよ。俺の手はすっかり汚れちまったよ。手だけじゃねえ、身も心も腐っちまった気がするんだ。それもこれもクソみたいなこの町のおかげでな。俺はもうこんなとこうんざりなんだよ。ナンバ、このままここにいて人の頼みばっか聞いてたらろくなことにならねえ。今の俺と同じ気持ちにお前もいつかきっとなる。そんなの嫌だろ。はあ、なあ一番、まず自分の人生を先に考えろ。18年も無所にいたんだからよ。これ以上他人の面倒に巻き込まれることはねえって。巻き込まれるのは俺だけじゃねえ、この町の連中もだ。え、もともとは青木亮と荻窪って二人の権力争いがこの町を飲み込んじまうように飛び火して全ての騒動が起きてんだ。俺はその騒動の中の一人でしかねえ。しかも他人事じゃねえんだよ。俺は青木亮とは同じ親父を持つ仲だ。向こうは認めねえだろうが、俺は若と兄弟みたいなもんだと思ってきた。だからよ、あの人がこの騒ぎに関わってると知った以上もう他人事みてえな顔はできねえんだよ。そうかよ。まさかそこまでとはな。お人よしってか。お互い様だよ。だって俺のためにさっきの言葉必死に言ってくれたんだろ。ありがたいと思ってるぜ、同じ仲間としてよ。やめてくれ、俺は仲間なんかじゃねえよ。いや、俺は気づいたんだ。俺らはやっぱ同じもん同士の仲間だよ。どこが？難波も俺も足立さんもさっちゃんもみんな本当のことを知りたくて、その気持ちに素直に生きてる人間なんだ。この嘘だらけの世の中に流されないで本当のことを知りたい、そういう人間の集まりなんだなって思うんだよ。だろ？もういいよそういうのは。じゃあ俺は行くぜ。そっか、でもさよならは言わねえぜ。またどっかで会えるはずだしさ。それに呼んでくれたら俺らもすぐ駆けつけるし。せいぜい達者でやってくれ。止めないの？まあ仕方ねえよ、あいつの気持ちもわからんじゃねえ。ふう、よし、じゃあ一丁行くか。分かってる。孫悲、お言葉ですが、できればとどまっていただけないでしょうか。どういうことだ？今コミジルでは皆不安にしています。孫悲にはぜひ皆のもとにいていただきたいと存じます。うん、何とぞご理解いただきたく。え、ああまあいいってことよ。確かに加勢を頼んだけど、そっちもそっちで大変だもんな。気にすんな。
そうはいかん。春日よ、悪いが私は小見次郎を見に戻る。だがその代わりに半巡儀を残していく。いつでもお前たちと連絡がつくように。マジで？そりゃありがてえ。何なりとお申し付けくださいませ。蝶が春日たちをよこしてくれたおかげで我々は荻窪に義理を果たせた。我々もお前たちにできる限りのことをする。役に立つ男だぞ半巡儀は。なあ、知ってるよ。そうか、よう、マブチ。待ちかねたぜ、カスガ。お前らは直接この手でやらなきゃ収まらねえと思ってた。その割には俺らの首に賞金かけたって聞いたぜ。部下に丸投げしてたんじゃねえの？うん。蝶はどこだ？この建物にいる。今んとこはな。は？今んとこ？もうあの世に生きかけてる。なんだと？よう、わしらも手貸そか、マブちゃん。いえ、結構です、石尾田さん。我々も安く見られるわけにはね。あなた方とはあくまで五分で杯交わさせてもらいたいと思ってますんで。ラオマーの周りにいるのは手だれです。ナウテの殺し屋たちで、ハンピン・リューマンの切り札と言っていいでしょう。へえ。さらに奥に控えてるのは近江連合の方たちです。となるとですね。わかったわかった、いいよもう。半端ねえ状況ってことだろ。でも何聞かされたって関係ねえ。俺らが逃げりゃ蝶は死ぬ。それだけわかったりゃ十分だ。そう邪険にしないでください。カスが一番やな、踊れが。初対面で慣れ慣れしいな。あんたは荒川真澄中心さんに椅子ぶんどられて恥さらしとるもんや。何？おう天道な、見た顔やろ、あのもじゃ頭。大工がちゃかぶっ放した男や。それが今じゃピンピンしとる。はあ、わしら大工の隠し事を見てもうたんかもしれんの。春日、やつが天道だ。頭補佐の最後の一人。元ボクサーってやつか。確かにいいがたいしてんな。お二方はそちらでくつろいでてください。これから一つ余興を楽しんでいただきます。何か訳ありみたいだな。口が聞ける程度には生かしとく。あとはたっぷり時間をかけて可愛がってやろうな。最後にお前らが言うセリフは何になると思う？ずいぶん気持たせるんだな。早く殺してくださいだ。カマスのように切り刻んでやるよ。余興は終わりだ。次はてめえらだ。ふらついとる下級ランカーとチャンピオンが同じリングに上がれるかいな。
王妃の名折れになる。おもろいのが出てきよった。わしら喧嘩相手がおらんようになって久しいさかいの。俺らを見逃したこと後で後悔するぜ。ほう、そいつは楽しみや。天道は飯食うとき一番うまいもんを最後まで取っとくタイプや。アホやで、あいつは。そないな真似したら他のもんに食われるがな。肩慣らしはもういいよな、みんな。バカ野郎、喋らせんな。余計な体力使っちまうじゃねえか。コミジュルの人、奥の手とかあるなら今出して。おう、使える男頼むよ。私に頼らずとも、あなた方はまだ切り札をお持ちのようですよ。え？だから無茶しすぎなんだよ。お前はもうお前らと一緒に面倒に巻き込まれるのはごめんだと思ったけどよ、すっきりするどころかどうにも気になっちまってよ。ナンバーだからその手伝わせてくれよ。ナンバーなんちゃん、くそ、全然かっこよくねえぞこの野郎。どこ行ってたんだよ、ちくしょう。なんや、おったんか。悪い、また裏切んのか。さすが嫌なとこズバッとついてくるぜ、本職のヤクザは。でもこれは裏切りなんかじゃねえ。俺はもう迷わねえ。はあ、悪いな、みんな。今日は俺の日だ。まとめてやってるわ。で、ナンバよ、俺らと離れている間にちゃんと成長してきたんだろうな。成長？こういう風に合流するときはだいたい成長して強くなってたりするのがお約束だろう。なんだよそのお約束って。まあ俺も手ぶらじゃカッコつかねえし、新しい技くらいは考えてきたぜ。うん、マジか。お前のおかげで命拾いしたな。何回目だっけ？数えちゃいねえよ。なあ、ナンバー、あんたこの後予定は？え？ついでと言っちゃなんだけどよ、もうちょい手伝っちゃもらえねえか。できれば助けてくれよ。俺にはあんたの仲間の助けがいるんだ。あのよ、あ？こんな俺を
仲間だって。まだ呼んでくれんのか。ああ当たり前だろ。しょうがねえ連中だな。おお、ずいぶん上からじゃねえか。マジでマジでしょうがねえ連中だよ。相変わらず素直じゃねえな。うるせえよ。確かにしょうがねえ連中だけど、お前の仲間だぜ。頼むぜ。ありがとう。おかえり、なんちゃん。なんだお前、泣いたのか。え？なあ。ええ、うん、春日くん、こっち。なんだ？ああ、食べながら虎を鑑賞って、金持ちの考えることはわからないわね。意外といいもんなのかもしれねえぜ。そうね、ご立派な人を食い殺せるような牙が特に素敵よね。ああ、とにかく気を抜いたら一瞬で餌にされちまう。気を引き締めていこうぜ。デリバリーよろしく。本気で行かせてもらうで。